坂巻和夫11月8日から1999年11月29日は日本の海軍軍人。太平洋戦争壁頭の真珠湾攻撃において特殊先行艇公表的登場員として参加。艇が座礁し、最初の日本人捕虜となる。最終階級は海軍将尉徳島県阿波郡林村出身。 徳島県は基調中学校を経て1940年8月7日に海軍兵学校を卒業した。同期生に豊田城、広明がいる。その後日本海軍に入隊した。新珠湾に打ち上げられた坂巻、稲垣が乗り込んだ公表的アメリカ軍によって回収された特殊戦考艇、公表的捕虜時代の坂巻。両方には アメリカ軍兵士によりタバコの火を押し付けられて拷問された跡が見られる太平洋戦争では日本海軍によるハワイオアフ島のアメリカ海軍太平洋艦隊基地に対する新自安攻撃に海軍将尉として参戦した1941年12月8日に大型潜水艦内から出撃する特殊潜航艇公表的の搭乗員として 真珠湾内のアメリカ海軍の艦艇に奇襲攻撃を行うメンバーに抜粋された。しかし、出撃前の検査において、羅真林が故障していることが判明した。潜水艦母艦においては、羅真儀の修理が不可能であり、羅真儀なしでの出撃という危険な状況になるにも、かかわらず、坂巻は出撃することを主張しこれが認められた。十二月六日には、オアフ島沖で、 特戦は母船から離され、真珠湾内のアメリカ海軍艦艇を攻撃する準備が整ったものの、羅針ギが故障していることもあり、水深が浅い海域に迷い込み珊瑚礁に座礁した。その後アメリカ海軍の駆逐艦ヘルムの攻撃を受けたが、これをかわし湾外に逃れたものの最終的に再度座礁した。その後、特戦の路獲を防ぐために次元爆弾を仕掛け、 同乗していた稲垣清二等兵装と共に脱出するが、漂流中に稲垣ともはぐれ、自身酸欠による失神状態で海岸に漂着していたところを、日系アメリカ人の陸軍兵士のデビット悪意に発見され、対アメリカ戦争での最初の日本人捕虜となる。この時、真珠湾攻撃で使用された特戦は全部で五艇であったが、当初は前提が、 集合地点に帰還しなかった上に、アメリカ軍のラジオ放送などで撃沈されたと報じられたことから全員が戦死したものと考えられた。その後、アメリカ軍のラジオ放送から坂巻が生存し捕虜となったことが公表されたものの、坂巻が捕虜となったことは日本海軍によって秘密にされた。その後日本海軍は坂巻以外の全員を戦死扱いとし、大本営は戦死した9名を、 旧軍心として発表した。坂巻は1944年8月31日府で予備役編入とされている。捕虜収容所ではアメリカ軍兵士よりタバコの火を顔に押し付けられるなどの戦時国際法に違反する拷問を受けた。また自決を願うも拒否された。しかしその後は同じく自決しようとした日本人捕虜の説得にもあたり多くの日本人を救っている。 日本語通訳としても働き、捕虜としての態度が立派であったため、アメリカ軍関係者も坂巻を称賛した。その後、ハワイの捕虜収容所からアメリカ本土の収容所に移される。終戦後の1946年にアメリカから復員した。復員後は、同性の坂巻家の無雇用紙となる。捕虜時代を共にした豊田城は中日新聞の記者として、 坂巻の談話を発表。その記事が契機となり、トヨタ自動車工業へ入社。輸出部次長など、勤め1969年に、同社のブラジル現地法人である、トヨタとブラジルの社長に就任する。また同地にて、日経商工会議所専務理事も兼任し、1987年に、トヨタ自動車を退職。百九十九年十一月十九日。 愛知県豊田市で死去。81歳没。捕虜収容所での生活や苦悩を書いた、捕虜第一九1949年に、新庁舎から出版している。これは後に英訳され、私は、真珠湾を攻撃したの題名で出版された。坂巻の捕虜になるまでの過程が、TBS テレビのバラエティ番組、ギミア、ブレイク内で、ドラマ化されて放送された。また死後には、 NHK 土曜ドラマスペシャル真珠湾からの帰還軍神と捕虜第一号としてドラマ化され2011年12月10日21時22時30分に放送された山崎豊子の小説約束の海の主人公花巻作太郎及び主人公の父のモデルであると言われているまた同著者の小説二つの祖国でも モデルとなった人物が少しだけ登場している。ありがとうございます。